さあ今早朝4時ですね。はい。どうですか菊池さん、四国は。四国、うん、もうちょっと離れていいとこだよ。近すぎる顔と思って、ああもうちょっと離れて。ああどうよ四国は。ああいいとこよ。今から高知県の奥の、うん、もう秘密のダム行くんだよな。いやそれは明日。あっちのか。あ今日はだからあそこか。今日はいつものとこ。あのヤバいとこか。ヤバいとこです。ゴジアップつったもんな。今日はゴジアップがバンバン釣れる。ちょっと普通の人は釣れないよ。まあな、俺らやからまあなんとか絞り出すみたいな。どういうルアーで攻めるつもり。今日なんとか絞り出す。どうやって攻めるの。いやまずやっぱトップ、トップウォーターか。うん、大体俺トップじゃん。巻き物でやるか。うん、うん、ターボ師匠来ました。ターボ師匠来た。ターボ師匠今日お願いします。よしやりましょう。朝やっぱじゃあ行こうか。テンション低い俺もちょっとね。寝起き悪いの低血圧で。じゃあ行こうか。うんこ、うんこ早いよな。うんこ切れが悪いじゃん。何回も行かない。いや俺もよ。もう行け早いんやって出てくるから。あれ俺先さあ今から釣りますよ。釣れるといいっすね。どうよ。何どうした、何何。いやいや何で。うわーちょっと今日はね3人でやるんで船2台借りてね。そうです。ターボ師匠は何年ぶりですか釣りは。釣りですか。釣り自体はあれですね、半年ぶりぐらい。あ半年ぶり。半年ぶりは何やったの。半年ぶりはあの、うん、イカ釣り。あイカ行ったんだ船で。うん、鳩から。あ釣れた。釣れる。おお。アオリイカ。アオリイカ。そうそう。そばだね、ターボ。アウトドアのターボと。アウトドアの達人。菊さん今日テンション低いな。うん、どうした。このいつもこんなもんだ。いつもこんな感じか。いつもこんなもんだ。暗いやお前。いつもこんなもん。いやいや。どうだろうな。楽しみだね。釣れるかな。やろう。ターボしてやりましょう。でしょねえ、化け物。よし、この船に乗り込んだ。ターボさん、今情報入りまして、はい、今週も全然釣れてないそうなんですよ。お、そうか。だから、一匹出たらいいかなっていう。一匹釣れるかどうかの勝負。キグさん、はい、昨日全然釣れてないって、今週。いつもだな、ここは。一匹釣れるかどうか。ターボ師匠、どう。やばいですね、1投目。70ってどういうところに来るんかな。70はやっぱ茂みがあるとこやないですか。マジで。じゃあちょっと自分は入れちゃっと投げていきましょうかね。今日は風もなくいい感じですよ。釣れそうよね。タブショ開始30分反応ないですね。反応ないですな。あそこにあれ船のなんか弱った船が泳いでるね。泳いでるね。あれね、弱った船、ヘラブナみたいな。軽い、軽そうや。ちょっと厳しいかな、ターボーさん。ターボーさん厳しいですか。昨日だって一匹しか釣れてないっちゅうんだから。そうらしいですね。これは厳しいビールちょっと釣りたいですね。そうですね。ちょっとマジでこれは反応ないわ、さすがに。もう釣れる気がしない。投げてうんともすんとも言わないんだよね。自分ちょっと用事です。何？忘れたんかお前。ないな。魚探がそういえばないかな。まあ大変なく分かるでいいよ。どうしよう。あの階段なんですかね。あれは多分ここを待つと噛むの。あの階段やばいでしょ。あれはやばい。千年前に作った。ねえ。下まで階段は続いとるらしいからな。愛媛の怪物がおる。
あの下をこうたら土砂を。やばいね。菊池さんはあそこで一人今ね、黙々と剣でやってます。ただ積んでおります。ガチで剣でやってます、あのおじさん。ガチ釣り。来た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 。でかいでかいでかい。おいおい、あ、伸びた。バレた、バレた。でかかったじゃん。バレたバレた。サイズは30ぐらいかな。いやいやいや、バレた。来たぞ。バレたバレた。ターボショー、バレました。今ちょっとね、あの、タブさんの泡でフォッキングしてない。いやいや、今お考え。タブショー、カメラ目線して、カメラ目線。やばかったね。やば、最高最高。変えた瞬間来たね。変えた瞬間来ましたね。山先行に。山先行。来た来た。カボ。今度は復帰したよ。カボナイス。カボ。カボ釣った。でかい。カボでかいじゃんこれ。カボ。見えない。カボしよう。おー、うわ。カボしよう。おー、うわ。どいた。カボ。逃げた。50あったで今。師匠。カボ。あのね。カボこっち見て。タボ、ホッキング甘いもんこれ。タボ、一応カメラ見せない、こっち見て。今の40アップやったわ、完全。しかも山線香。しかもこれ、ホッキング、やばいわ。いや、今のもっとやばないかも。一回合わせが。一回やったんだけど、もう噛んだことない。タボ師匠連発。キクさん、どうよ。全然ダメだ。やっぱタボ師匠やるな。タボ師匠ぐらいやり込んでないとね。何投げとん。ディオ、ディオ投げとん。ああ、そうそう。一匹釣らないかんな。自分ちょっとカーリーテールに変えてね。カーリーテールテキサスでやっていきます。ターボ師匠は山線香。山線香強いな。うん、反応ないですね。菊池は釣れたか、釣れたか。いやー厳しいね。ターボ師匠厳しいわ。奇跡の場合だったね、さっきの。奇跡やったんだ。俺一回もないもんな。カーリテールでやってます。カーリテールでそこトントン出してね。当たらないですね。びっくりした。今どうした。今目の前でデカバス当たったん。俺まだ投げ、今の見た。おったね。今のデカさ見ようか。のう。ブラックバス。コイコイ。あ、コイ。コイやった。コイやった。こんなやった。コイやった。うん、反応ないな。タブ師匠。はい。これどうよ。どうかな。なんだろうな。どういう、なんだよ。バスどういう動きしてますか、タブ師匠、これ。バスもう全然見えないですよ、それ。あれ。カット、カット。カット。一回があって。しかも見て、うん、あのあれ陸で、ね、陸にね、ミスキャスト。来た。よし、これでかいでかい。めっちゃでかいの来た。これはでかい。これ過去最、めっちゃでかいよ。今切ったよ。よし、倒しちゃおう。来た。来たよ。めっちゃでかいわこれ。上がってこん。本当や。切れた。ラインが切れた。60系がターボ。なんすとや。切れた。なんすとや。でかかった。でかかったよ。でかかった。動けんかった。50アップあったよ。動かんだもん。くそー。これやっぱでも甘いね、これは。釣りがちょっといかんだ。いやいや、そこね、木で擦れて切れたっぽい。ちょっと最悪。ターボ師匠、あれでかかったで。あれもでかかったっすな。60あったかもしれない。菊池どこ行ったんやろ。あ、向こうでやっとるね。僕は向こうで釣っとるんで。いやー、バラしちゃったな。今日の朝食は日高昆布おにぎり。これうまいからね。美味しいからいただきます。うん。どうした。何やってん。何をやってる。鬼をやっとるんや。うんこ漏らしたん。何をやっとるんや。やっぱり今日厳しいな。まだ坊主だもんね。
いいバイトはあったんだけど、なんともブレイクブレイクでチャンスを逃してしまって、また坊主。おたぼしょう、うんこどうした？うんこ最高やったっす。気持ちよかった。もうすっきりしたんで、あげこれが本気になりますよ。取ろうね一匹。あれ菊池さんどこ行ったんだろう、あの人。上から見ても姿わからんかった。遠い子に。おタボ、菊池さん来ましたよ、ついに。来ましたか。どうよ、ついにライバルが来ましたか。釣れとる？坊主か。坊主え、当たりもあったんやね。当たりはちょいちょいあるけど。お前ヘボいんじゃねえか。坊主って菊池さん、この状況で坊主ってヘボいんじゃないですか。釣れた？ヘボ坊主。いやでも師匠2回ばらしやろ、うん、で俺が1ばらし。でかかったで。でかかったね。いやーくそ。そうか、厳しいなやっぱりここ。いやゲイリーいいね師匠。ゲイリー山崎はいいですよ。今やタクシーが向いてます。そうなんだ。え、師匠どんな仕掛けに変えたの？これっす。山線香ちょんがけリング。ちょんがけゲイリーです。なるほど。ゲイリー脳進化。脳進化っす。脳進化でも飛ぶっす。反応はないですね。渋いな、やっぱり。え、何？浄化される？ちょっと一匹釣りたいね、どっちかで。魚を見たい。こうやって釣れないときはね。しちゃったわ。いやバス釣り甘くないわこれ。いくらなんでもね、タコショ甘くないね。一歩取らないかんな。ターボーが取るか俺が取るか。こいや。え、何？あ、頭当たった。あ、ごめんごめん。釣れたか。こっち見て。釣れ取れます。タボシはあれ25センチですわ。25センチか。25センチと30センチって言ってます。どう考えてます。シャゴ流だな。シャゴ流だな。シャゴ流か。一匹ね、50アップばらしましたけど、こういう風に反応がない時は。これちょっと変わったルアー、あんまりみんなが使ってないルアー、こういうのをぶち込むと一気にデカオスついちゃうってことがあるんですよ。一気にもうストレート系のワームがもう見切りますから、ここはこういう系のね、ちょっとごつい系でストレート系に弱いんだったら、こういう派手派手系のこっちカンサリングこれも強いですよ。こういうフリーリーグでイカ割った。え、ターボーさんどうしたんですか。これ幻のホームアップ。ホームアップ。うまいの。サイダーめっちゃうまい。これどうぞ、こっち見て。三ツ矢懐かしい味。三ツ矢サイダーみたいな。最高。あまりにも反応がないね。色がついてる。これカウボーイかマーメイドか忘れたけど、これ、ね、デカバスが来るんですよ。
ぱり信頼のゲーリー山本。タタボシはゲーリー山本じゃなくてゲーリー山崎かな。ゲーリー山本じゃなくてゲーリー山崎。山崎。これ釣れるな。さあ菊さんやってきました。どう？釣れたよ。一匹な。あ、望遠で取ってあげたよ。取れた？うん、取ってあげたよ。グイーって寄って。まあまあ25ぐらいやったな。結構重たかった。そうやな、大きかった。大きかったね。34だから32。うん。大きかった。どんどん大きくなった。そうやな。あれ重かったんや。引きも良かった。倒しよう。結構大きくなってた。そんなことです。初め来た時40ぐらいあるかなと思った。あ、もう。本当に本当に。今度。あ、小さいなと。まあでも一匹釣れてよかったやん。まだまだやな。ちょっとポイントが今日どこにいるか分かんないな。ああ意外とこう沿いの方にいないね。いないね。当たらないね。ひたすら。いろいろやってみた。不思議ですわ。小さなベイトがいますね。なんでしょうねこれね。小さな小さな及川でしょうかね。なんでしょうか。いますね。あまりも釣れないんでおつまみつぶ貝を食べます。北海道のつぶ貝。本わさびにわさびつけちゃって粒がいただきます。うわうわやばい、これはやばいわ。手づかみ粒貝かまぼこみたい、柔らかい。高田のだしの旨味がいるから高田明太子。タボシは何やってんの？ん？何やってんの？ルアチェンジ？ん？何に変える？みんなに変える？ん？ああ。これ、ちょっと、針を、これ抜くと。皆さん、何が見えます？何がいるか分かります？これ。フロッグがいるんですよ。これ、まだ9月。中はフロッグパターンがどんどん通用するんですよね。まだほら殿様ガエル、四国だるまガエルですね。ヘビヘビ凶暴な毒ヘビ師匠、ターボターボ来てる。ヘビマゴシじゃないのかね。シマヘビやね。小さいな。うん、カエルを狙っとったわ。タボショウ。タボショウ。タボさん、タボさん、タボさん、昼になりましたね。お互い坊主じゃないですか。腹減ったなもう。ねえ、今な、そんなお腹減ってないか。今何やってんですか。これちょっと針がぶつれたんだな。ああ、シャッドね、ヨウズリ 3D シャッド。そう。ちょっと一匹出してくださいよ。ねえ。俺も出してほしいわ。タボに釣ってもらって、俺も釣らんとね。俺も坊主だもんな。菊池が一匹ね。あの25センチを32って言い張ったっていう、はい、何回か当たりはあったんですけどね、全部乗らなかったりして、ちょっと1匹取るためにちょっとこいつに変えますわ。このプリンプリンリグ、これは釣れるよ。来た？おい、来た？食った？今日でもあれから1匹追加で2匹釣ったんや。たったの2匹や。30センチ2匹か。坊主と一緒や。いや俺ら坊主や。坊主と一緒や。もう昼やろ。俺ら2人とも坊主よ。ターボ師匠とバラシはあったけど厳しいな。ここターボ師匠すごいな。ターボ師匠こっち見て、けなされてる、けなされてる。ボイターボ師匠はじめ2連発でうまいかと思ったけどな。ああやっぱ釣ってたもんな。
いやちょっと厳しいよ、でも今日はこれは見てこれ何またロザンテか。え、シャトーで釣れたん。いや違うよ、ワームプレース釣りに来た。よしよしよし、これバレんなよ、バレんなよ、かし釣りに来たぞ。よし来た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 、ジャンプつなぐ。でかいかこれ。でかいか。ちょっと、ちょ師匠、カメラ撮って、カメラ、カメラ撮って上から、はい、カメラ撮って俺の顔映ったんだよ、手から先で。でかい、でかい、でかい、よし、うわうわー、でかいよ。おお、慎重に慎重に慎重に。うわうわうわ、40アップ、ここに血が出ちゃった。20 45 45、師匠こっち見て、やった45、師匠師匠タボ、おお40アップやる、やった、おっしゃ、やった俺20 40出すと、あーやったね、逃がして逃がして逃がして、最強、釣れたぞ。おい、あ、ちっちゃいかと思ったら読んじゃった。タボショー、タボショー、タボごめん、これ釣れたのはこのルアー。何それ。ゲイリー山本、ゲイリー山崎、ゲイリー山崎、ゲイリー山崎、あれゲイリー山崎よね。うん、タボショーの友達やね、ゲイリー山崎、タクシー運転手これ釣れたで。47歳独身。あ、独身なの。あれタクシー運転手何年やってんの、ゲイリー山崎。俺の記憶が6年ぐらい超えたのか。ほうかほうか、今不景気で大変だろうね。くったー、また来た、おいし、くし、これがいい、よし、ナイス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 、来た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 、ナイスナイス、よしよし、うわ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 、恥ずかしい、落ちよった、本当大丈夫、来た来た来た、来ましたよ、2連発で。これはナイス、そんな大きくないですけど、まあまあナイスナイス、まあ30ちょいナイス、ここいいナイス、40ないですね、これはコンコンコンって食ってこの辺おるわ、ナイス、これもつったやつわ、傷しといたら生臭いありがとうありがとう、自分が釣ったんだ、ナンバドンクス、お客さんあれからどうよ、あれからどうよ、ね、厳しい、厳しいな、渋いな、西寺でも俺ら釣っとる方かもよ、この渋い中、渋い中な、あバラしたか俺は、あー、あちょっと釣りたいね、釣れてないよ、あ釣り上げてはないけどね、まあ今から釣れるんじゃない、そうだそうかな、